本の潜水艦太平級の情報が入ってきたみたいだね。原子力潜水艦以上の性能じゃないかと言われてたけど実際どうなのかな？でもよ、なんか馬力の低下が得られてたみたいだぜ。さすがに原子力潜水艦以上の性能は無理があるんじゃないか。そういう型をさらに進化させたと言われている太平型だね。日本が誇る最新鋭の潜水艦で世界最高峰の船員ミネと言われていたけど、確かに馬力がダウンしてるんじゃないかと指摘をされてるんだよね。リチウムイオン蓄電池とスターリングエンジンの組み合わせは、原潜以上の性能になるんじゃないかと当初は言われていたよな。もちろん馬力ダウンすることがそのまま性能ダウンになるとは限らないからね。世界各国で潜水艦は日々目まぐるしいスピードで進化してる。原子力潜水艦や通常動力型潜水艦など様々な種類の潜水艦があるんだけど、どの潜水艦にも共通して言える大事な性能は静粛性と隠密性なんだよね。これらの性能をいかに向上させるかが潜水艦の開発建造において最重要項目なんだ。潜水艦の馬力がダウンしても静粛性や隠密性が向上していれば問題ないってこと？馬力を落とすことで静粛性や隠密性が向上するならば、潜水艦としては十分な役割を発揮できるんじゃないかな。それじゃあ今回は日本がこの度就航させた太平級の性能、建造目的配備後の運用について見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。やっぱり日本にとって潜水艦の建造はいろいろな軍事兵器開発の中でも世界でもトップレベルだと思うんだ。原子力潜水艦を保持しないという日本の信念みたいなものを貫き通して、通常動力型潜水艦を極めてこの分野では世界一だと言っても過言ではないよね。最近話題になったのが、海上自衛隊の総遊型潜水艦応遊から、リチウムイオン電池が搭載されたことだよね。そうか、日本は原子力を使うことには敏感な国だからね。逆にそれが声を添えして通常動力型潜水艦では世界のトップを走ってるんだよ。海上自衛隊が運用する総遊型は通常動力型潜水艦としては世界でも最高峰の性能なんだけど、それをさらに進化させたのが、太平型潜水艦なんだ。太平は2020年10月に三菱重工業神戸造船所において浸水した。この太平は総遊型と同じ全長で喫水が2メートルほど深くなっていて、排水量で50トン上回り、海上自衛隊が運用する潜水艦の中でも最大級の潜水艦となったんだ。太平って大きなクジラって意味でしょ？そうだね、クジラにちなんだ名称になっているよ。ちなみに海上自衛隊では潜水艦の艦名は海象や水中生物の名から付けられると訓令で定められてるそうなんだ。太平は太平洋戦争の時には潜水母艦の名称だったんだよ。その後太平は航空母艦に改装され艦名も UFO に変わったんだ。それじゃあ潜水艦太平の話に戻すね。太平は、11番艦応遊12番艦投遊から、搭載されたリチウムイオン蓄電池が採用されて、ディーゼルエンジンによる充電能力向上を目的として開発されたスノーケル発電システムが搭載されてるんだ。この2つの装備によってリチウムイオン蓄電池の性能を十分に引き出すことが可能になり、スターリングエンジンじゃなくてもそれ以上の性能が発揮できるようになったと言われてるんだ。でもよ、確か以前の話ではリチウムイオン電池を搭載することでコストが大幅にアップするって言われてたよな。その問題は解決したのか？確かにそうだったね。スターリングエンジンを搭載しないことで、その分機体にスペースが確保できたために、リチウムイオン蓄電池を搭載できるようになったんだ。確かにリチウムイオン蓄電池に置き換えることで費用はかかるようになったんだけど、出力は大きく向上したんだよ。スターリングエンジンと鉛蓄電池を搭載していた10番艦は1隻あたりの建造費は517億円だったんだけど、リチウムイオン蓄電池搭載艦は643億円にまで建造費が膨れ上がったと言われてる。しかしこれはコストよりも、性能アップを重視したということだから仕方ないよね。そうだね、コストがかかるからって古いやり方にこだわってたら開発競争に乗り遅れてしまうもんね。潜水艦が二国防衛の要だからな。世界に置いていかれてるようにはいけないよな。そして冒頭で出ていた馬力ダウンの件だね。スターリングエンジンを搭載してた総遊型はスクリュー時空魔力は8000馬力あったんだけど、応遊投遊は5600馬力と公表されているんだ。これだけ見たら、リチウムイオン蓄電池搭載艦は馬力が大幅ダウンしたように感じるよね。単純に数字だけ見ると大きな差に見えるぜ。大丈夫なのか？もちろんただ馬力ダウンしたわけじゃないからね。馬力と引き換えに得た性能だってあるんだよ。瞬間的な最大速力は確かに低下したんだけど、リチウムイオン電池は高率放電を長時間持続できる特性を生かして、
長時間にわたり中速から高速で先行することが可能なんだ。いろいろな性能を見ていくと総合的には性能は大きく向上しているんだよね。そして最新鋭潜水艦タイゲイはリチウムイオン電池の特性を最大限に活かすために、スノーケル発電システムが採用されているんだ。このシステムが採用されたことで長時間潜航したままで高速充電が可能になったんだ。それと運用面でも大きな改善ができたんだよ。船体にも新しい構造が採用されていて、一般的に浮き課題の構造は他国の潜水艦でも採用されている。フローティングデッキが日本の潜水艦としては初めて採用されたんだよ。これは、艦内での乗組員の動きに伴う音や、機械音など衝撃や振動などを緩和して静粛性を上げる効果があるんだ。その他にも静粛性の高いプロペラ、スクリュー、音波吸収材装備などで、そういう型より静粛性が飛躍的に向上したと言われてるよ。隠密行動が主体の潜水艦で静粛性が向上したっていうのはかなり大きな改善だね。そうだな。それとスターリングエンジンを搭載しなかったことで船体自体のスペースも余裕ができて、乗組員の居住スペースもかなり改善されて艦内での生活が快適にもなったそうだね。そうだね。潜水艦は何ヶ月も任務で狭い艦内で生活をしなければいけないから、乗組員の居住スペースが快適になればストレスも軽減できるだろうね。それと、あとはタイゲイの兵装だね。タイゲイの兵装は親潮型双流型と同じく人8式超魚雷、ハープーン対艦ミサイルを発射できる 533mm 発射管が6門搭載されているよ。人8式超魚雷は潜水艦用の魚雷のことで2018年に正式に採用された新魚雷なんだ。2022年には日本の全潜水艦に行き渡る予定なんだよ。搭載されている音響センサーは魚雷の追跡を欺くおとり魚雷を見破る能力だけじゃなく、ジャミングによる魚雷センサーの悪影響も受けにくくなってるんだ。確実に目標を捉えて形状を識別し命中力を高めることができるようになったんだ。これまで上がってきている情報だけでもこれだけの改善と進化が見て取れるよね。やっぱり日本の潜水艦の開発と建造の技術力は世界トップレベルだと思うよ。そうだな。原子力潜水艦が主流の現状でも新しいことに取り組んでそれに負けない潜水艦を作り上げるんだもんな。やっぱり日本の技術はすごいや。今後タイゲイの活躍により日本の建造技術が周知されれば、他国に日本の潜水艦が販売され、世界の海で活躍することになるんじゃないかな。それだけの性能は十分あると思うんだよね。今後のタイゲイの活躍に期待だな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の豆知識コーナー。よく待ってました。今回の豆知識は、アニメだぜ。出たお前アニメに詳しいもんな。今回は超有名アニメドラゴンボールだよ。めちゃくちゃ有名だね。ドラゴンボール主人公、孫悟空が有名セリフを吹す。オラ孫悟空っていうセリフ聞いたことあるかな？誰でも一回は聞いたことあるセリフだな。実はそのセリフ本編では、一度も言ってないんだってさ。なんじゃそりゃ。さすがの俺でもびっくりだぜ。信じるか信じないかはあなた次第。ならまた見てね。いつも見てくれてありがとう。ありがとうね。オラ、ワクワクすっぞ、カメハメハ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 。